僕はクッキングママを目指す大学生。今日はガチでうまいピザトーストを紹介していくよ。まずはピーマン、玉ねぎ、ハムを適当に切っていく。玉ねぎ、ピーマン、ハムを中火でなんとなく火が通ったなぐらいに焼いていく。そしてチーズを2枚フライパンに敷いていく。とろけるチーズはオタクのロマン。このチーズの上にさっきまで焼いていたピーマン、玉ねぎ、ハムを乗っけていく。そしてそこに食パンを置いていく。これは大変。ピザトーストなのにケチャップをかけるのを忘れてた。すぐにパンを開いてそこにケチャップを一面に垂らしていく。みんなは早くやってね。そして再度パンを閉める。ここからがシェフの腕の見せ所。お皿をフライパンの上に置いてくるっとひっくり返していく。とても上手にできました。そして完成したピザトーストはこちら。みんなも作ってみてね。バイバイ。